おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いいたします。さあ今回ね、何をやっていくかといったお話なんですけれども、アクセサリーのね強化についてちょっとお話しさせていただこうかなと思います。っていうのもね、コメント欄でアクセサリーの強化について、ちょっと話してほしいですみたいなコメントをいただきまして、こういうのね本当にすっごい嬉しいです。ありがとうございます。なんで私なりの考えだとかになるんですけれども、少しでもね参考になればということでお話しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ってことで早速やっていきましょう。ですね、皆さんぜひぜひね、他にもなんかねこれやってとかあれやってとかあったらね、お忙しい皆さんに代わって暇な私が調べますので、できる限りね、もう完璧にとか言うとまた叩かれるのであれなんですけど、できる限り調べますので、ぜひぜひ、聞いてくださればなと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあそれではアクセサリーの基本で話していくんですが、まずアクセサリーに、重要なものは3つですよね。まあ重要なものというか項目は3つ。まず1つが、3つ揃えた時に発動する、まあ、マルティーニのって見ていこうかな。3つ揃えた時に発動するコンボ効果、次がメインとサブの効果、そして最後に能力上昇になってきております。でコンボ効果が一番重要、次のメインサブの能力が2番目に重要、能力アップっていうものはあくまでもおまけだと考えてください。で、コンボ効果の中で例えばマルディーニアクセサリーが3つつくことでフェアプレイが発動します。しかもこのマルディーニのアクセサリーのいいところはどのポジションでもつけれるところなんですよね。例えばロングパススキルとかタックルとか、まあ、そういう発動率どうこうよりもとにかくフェアプレイが欲しいっていう方はアンカーのね、まあ私だったらガトゥーゾにつけるんですけど、強肩アンカーフェアプレイつけたいってなったらメインサブ能力関係ないんですよ。もうメインサブの効果もどの能力が上昇するかも関係なく、フェアプレイのためだけにマルディーニのアクセサリーをつける、まあ、それと同じように例えばダニエル・ダンプロージオ、ですね、ただまあマルディーニはオールなんですけど、他のコンボ効果が発動するアクセサリーっていうのは全てポジションの制限があるものに限ります。例えばメッシュのミサンガ、ダニエル・ダンプロージオの、まあ、なんちゃらかんちゃらみたいな感じでね。でこのコンボ効果って例えばダンプロージョだったら回復ですし、デュシャンタティッチだったら根性ですし、これ結構いいんですよね。前田大然だったら途中出場ですし、かなりやっぱコンボ効果が優秀なものになってきております。レフトウィングでねこれ根性がついたら、レフトウィングのプレイヤーで、スタミナダウンされてもね、パワフルタックルだっけ、デストロイタックルか、デストロイタックルとか食らっても何の問題もなく走り続けることができるようになりますし、ライトサイドバックの選手がねブレイクドリブル食らっても回復の効果で、まあスタミナダウンがの恩恵が、相手のねスタミナダウンの恩恵が少なくなる、まあこちらが有利に働くっていう感じで、コンボ効果が本当に重要なのかなと一番初めに見るべきなのかなと思います。で次に効果の場所なんですが、まあ、コンボ効果のついているアクセサリーと、あとはもう一つのこちらですね、名前がついているアクセサリーに関しては、まあ、かなりレアなので正直、まあ、出た中で能力アップのいいものっていう考え方でいいと思うんですが、そうじゃないこの一般的なものを何を強化するのか、何を見てどう強化するのかっていうところなんですが、一般的なものに関しましてはコンボ効果ありません。まあこれもないんですけど、まあ、この大量に手に入るやつらねコンボ効果ないです。じゃあどこ見るのって言ったらメイン見てください。ここすごく大切になってきます。例えばエルブランコスのバックかな、スポーツバックか、エルブランコのスポーツバックだったらキープ意識がショーアップするんですよね。じゃあこのキープ意識がショーアップするのって誰につけたいのっていうところなんです。私だったらセンターフォワードにつけたい、センターフォワードにつけたい、うん、ポストプレイヤーとかね。じゃあ他に行くのであればチーズヘッド、なんちゃらチーズ、何これ、チーズヘッズのマフラータオル、マフラータオル、チーズヘッズのマフラータオルはロングパス意識がショーアップしますよね。アクセサリーって意外とセンターバックにつけれるもの少ないんですよ。ライトサイドバック、レフトサイドバックだったらドリブル上昇とかトラップでもまあ最悪いいですし、まあドリブルでいいですし、ただセンターバックってドリブル意識変に上げたくないじゃないですか。変にドリブル意識上げて、まあなんかドリブルやってボール取られてとかもう目も当てられないんで、
じゃあドリブルスキルの発動率ショーアップとかも腐る、キープ意識がショーアップとかも、センターバックにキープがキープする必要ってないんですよ。センターバックもキープせずに早くクリアしてほしいので、私は。じゃあロングパス意識がショーアップする、これってセンターバックにつけたいよね。じゃあセンターバックにつけたいんだったら、センターバックに必要な能力値のものから強化していこう。ちょっと神々でね、なんか今日申し訳ございませんっていう風な考え方でやるといいんじゃないかなと思います。例えばタックルだとかパスだとかですよね、まあ、これはキープも A なので、まあ、腐らせないように強化はさせてるんですが、実際に選手につけるとき優先させるのはこのパス A、 タックル A、 パス B とかを、優先的に装備させていきます。そんなような感じでね、どの、まあ、アクセサリーを強化して、まあ、装備させるのかっていうことを意識していただけたらなと思います。例えばこのキープ意識ショーアップとドリブルスキルの発動率ショーアップなんか、分かりやすいのが、ドリブルスキル持ちのセンターフォワードなんかにつけるといいと思いますし、個人的にはね。じゃあこのパス意識がショーアップする、まあ、これなんかはトップ下でもいいですし、まあ両ウィングの選手でもいいですよね。両ウィングの選手が中に一つパスで落として、まあ、それをセンターフォワードが決めるっていう形でもいいですし、まあ、ただやっぱりトップ下がいいのかなと。でトップ下だったら、じゃあそのままパス能力上げてもいいし、キープ力上げてもいいし、まあ、かなり汎用性があるのかなと思います。で上半身とかもね見ていくと、いや例えばこのブーレンスタイルだったら、エリア内仕掛け意識ショーアップする、エリア内仕掛け意識が欲しいのはやっぱり両ウィングだと個人的には思うんですよね。じゃあ両ウィングに必要な能力値って言ったらドリブルとかトラップとかですよね。でドリブルとかトラップ持ってるんだったらそれ優先的に強化していこう。逆に変な話、マークとか強化しちゃったところで、エリア内仕掛け意識アップしてマークアップして誰に装備するのって話なんですよね。まあ難しい話なんですけど、パルトノペイだったらエリア内仕掛け意識とフリーキックスキルの発動率、まあ、フリーキックスキルの発動率ってこれまあ若干おまけみたいなものになってきちゃってるんですけど、例えばライトウィングのメッシでね、あの神の左足でフリーキック蹴らせるんだったらこれでもいいですし、例えばトリックスターのねネイマールみたいな、すっごい初期のねネイマールみたいな選手がいるんだったらそれでもいいですし、あとドラゴンストイコビッチのピクシー持ちの、ね、ドラゴンストイコビッチにフリーキック蹴らせるんだったら、まあこれはフリーキックスキル発動率ショーアップつけてもいいですし、じゃあここ見てから、このメインサブの効果を見てからこの能力アップの方に移っていくっていった順番でね強化していくといいんじゃないかなと個人的には思います。今って本当にこの選手のね、この選手のアクセサリーの部分からいくと全部一目で見れるんですよ。コンボ効果3つ取れるとどんなものがあって、メインサブの能力何が、まあ、意識上がるのか、発動率上がるのかで、上昇する能力値は何なのか、ステータスは何なのかっていうところまで全部一目で見れるんですね。なのでここから見ていくのが一番いいかなと思います。自分の、まあ、スタメン、スターティングメンバーこうやって揃えた時に、まあ、一番じゃあ自分の中でお気に入りのフォーメーションコンボ、まあ、メインのフォーメーションコンボって言いましょう。メインのフォーメーションコンボこうやって揃えた時に、まあ、じゃあ分かりやすく、じゃあ例えばライカールとこうやって見て、ライカールとユーティリティ、上半身、下半身何つけたいかな、ライカールと自分何やってほしいかなって思ったら、ボール取ってほしいんですよね、私。ボール取ってほしいし、まあ、せっかくインスパイアフィードつけたのでインスパイアフィードもバンバンやってほしい、まあ、ただやっぱり一番はボール取ってほしいってなったら、じゃあ何が当てはまるんだろうとかでバハって見ていくわけですよ。キープ意識上がってもな、ロングパス意識まあありかな、キープ意識ドリブル意識なしだな、パス意識微妙正直なしだな、じゃあつけれるものってもうほとんどないよね、じゃあここら辺ロングシュート意識関係ないな、パス意識微妙だな、パストラップ関係ない、じゃあこうやって見てった時にロングパス意識アップさせようっていうことなんですよね。じゃあこのイコネのタオルで、パスキープ上げるのか、それともこのロングパス意識の方、ロングパス意識が上がる方で、じゃあパス一緒に260上げるのか、タックル260上げるのか、タックル260上げよう、こういう付け方を私はしてます。じゃあエリア内仕掛け意識いらないよね、ドリブル意識もいらないよね、じゃあ何あげよう。結構ねこのディフェンスになるとここで苦戦しますね。上半身結構オフェンスしてる気がします。エリア内仕掛け意識いらないな、ドリブル意識もトラップスキルの発想率もいらない。ただまああえて言うのであれば、ドリブル意識は上げたくない。エリア内仕掛け意識ももし仮にエリア内で何かあった時に上げたくないんですよね。お前ドリブルしなくていいし、お前エリア内仕掛けなくていいよって、
じゃあ、まあ、鎖はするけど何にしようって考えた時に、エリア内仕掛け意識いらないけどドリブル意識よりはマシかなみたいなね、ここよりはじゃあマシだから、じゃあこういう他のところでつけようっていう、じゃあフリーキックスキルの発想率ショーアップでもいいですし、まあ、こういう風にね、まあ、じゃあ何でもいいやとかね、エリア内仕掛け意識、まあ、じゃあワンチャンエリア内まで行かないことを信じて、まあじゃあ例えばじゃあマーク C ちょっと用意しとこうかな、マーク B にしようかなとかね、まあこうやってまあ最低限、まあ、ギリギリこれしか選択肢ねえわみたいな消去法で、まあ、つけたりすることもありますし、てかまあ消去法ですね、なんかディフェンスは本当にとにかくここ消去法になってくる気がします、個人的にはね。すっごいね、なんかエリア内仕掛け意識、ドリブル意識が上半身のアクセサリー多いので、でじゃあ下半身になったら、じゃあもう本当にここはじゃあゆっくり決めるよ、じゃあディレイ意識、あーこれ嬉しいね、ディレイのパスカットもう決まりだねっていうような感じでつけたらいつの間にかライカーラと完成してる。で、例えばじゃあディレイのパスカット強化したいんだったら、今こうやって装備した後にですね、この場面からアクセサリー一覧で、強化の方に行くと、まあ、この外すってやると今これパッて見た時に何から誰が何装備してるのかめっちゃ分かりづらいんですけど、外すってやると装備してるものだけ浮かび上がってくるんですよ、こうやって。なんでこれで改良、まだしてないんだったら改良して能力値上げていく、まあ、そうやってやると、まあ、最終的に一番いらない能力アップっていうところを置いておいて、先にまず効果から見て何をこの人につけたいのかな、で、まあ、その中で一緒に能力値も選ぶわけじゃないですか。じゃあデブライネキープ意識上げたいんだったら、キープ意識上げつつ何がいいかな、キープ意識上げつつパス欲しいなとかって思ったら、じゃあこのエルブランコのバックの中の、じゃあこの B やろうって、でこれ B、まあ、こっちの方が今分かりやすいかな、説明したら、じゃあこれでキープ意識上げてパスも上げて、ただこれ強化してないなまだって、じゃあ強化しに行こうって感じで、この逆引きみたいなね、逆引きみたいな感じで、逆なんかあの辞書の逆から引いてくね、なんかちょっと例え分かります、逆から引いてくやつでね、選手に装備してから、あじゃあこれ強化しようっていう感じで強化すると私はいいんじゃないかなと思いますね。腐ることがない、必ず腐ることがない、先にだって効果見ちゃって、で能力アップとかも見ちゃってから、もう装備しちゃってから強化するわけですからっていうような形でアクセサリーやるといいんじゃないかなと思います。ちょっとね最後の方の説明うまくいかなかったのと、なんか今日めちゃくちゃ噛み噛み、なんだろうめっちゃ噛んでますね申し訳ないです、って形で今回お送りさせていただいたんですが、少しでも参考になればなと思います。本当にね、この選手に装備してから、強化する方法かなりいいかなと思いますし、これすごい楽なんですよね、装備決めるときに。アクセサリーを見てからよりも選手を見てからだと、特に自分のスタメンがもう決まっちゃってるじゃないですか。じゃあそのスタメンに合うものだけ強化してこうってやっていくと、有能なアクセサリーしかも残らないのでいいのかなと思います。ということでですね、今回こんな感じの動画にさせていただきました、ここまでご視聴ありがとうございました。ちょっとね説明ベタで申し訳ございません。皆様の良きゲームライフと、アクセサリーね、いいもの落ちることを祈っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。